山川穂高内野手が故障者特例措置により登録日数が加算され、今季中に国内フリーエージェント権の資格取得条件を満たす見込みとなった。沖縄出身の大砲の移籍先としては東京選手が多いソフトバンクが有力視されてきたが、一連の女性トラブルに王貞治球団会長が難色を示したとされ、代わって中日、DeNA が獲得に向けた調査を本格化させている。おいお、80億で常識外れの補強するし、しかもシルエットで発表して、他球団からは散々弱球団呼ばわりされてるのに、今さらコンプラがどうとかいい子ちゃんぶるなよ。おお、さすがに頭固すぎんか。どう考えてもホークスが補強ポイントに合致してるし、利害も一致するだろうが。もう一度考え直せ。どうすんのこれ、マジやばい。ええんか王さん。なんでそんな必死に保守してんの。りっちゃん、どうして。まさに悪魔との契約や。 DV 前科のオスナ許される、ガシマン不起訴の山川許されない。なぜなのか。流山キックマンコーチやってんだから山川ぐらい可愛いもんやろ。どうせこんなことはしたくなかったとか言い出すぞ。西武不起訴になったから出場停止や。ベンキー不起訴になったから獲得断念や。なんやこいつら。うちは山川なんか取らなくても現有戦力で十分優勝できるからな。戦力不足のチームで争奪戦すればいいよ。王会長、こんなことをしたくなかった。どうせこれの前振りやろ。シーズン中にみそぎされたら困るからや。今年の西武の惨状を見たらよいかんわ。王さん、一時期よりだいぶ持ち直したな。山川はチュニドラ確定や、四便器はおとなしくしとけよ。空気悪くしそうやし、そういうのは松中で懲りてるやろ。どうせ嘘なら王会長も問題なしと判断の方が盛り上がるのにアホやな。ハメ、それでもソフトバンクが取るんだ。ああ、必死。パリーグからいなくなればいい。あのわけわからん外国人連れてくる方がファンへの冒涜だろ。雑魚チームから強奪しても意味ないからな。ポランコ、ペルドも強奪して100勝チームの完成や。ソフトバンクなら8億くらい出すだろうが、中日、横浜、西武なら3億しか出せんだろ。マジで格差球団だわ。不起訴やのに。ザキヤマ、ソフトバンクの山川さん、どうすんのこれ。クソ監督やった王の判断なんか従ったところでまともな補強できるわけないやん。オリックス、森友哉強奪します。西川と相思相愛で FA に酔わせてます。山本のポス比で強奪準備できてます。こいつの方が悪やろ。王が乗り気でも会社が許さんやろ。悪人を使う方も責任問われる世の中になっちゃったからな。疑わしきはリスクあるから取らないよ。王会長、山川君の野球人生をここで終わらせてはいけない。これ言えば損も納得するやろ。こんなの取ったらイメージダウンも甚だしい。取るのはチュニドラくらい。米食えないところに行くわけねえだろ。アグー、チュニドラ行くってよ。王さんがダメ言ったらダメや。ソフバンは客層が女性多めだからね。お砂取ったくせに。王会長も本当は嫌だった。でも山川の野球人生がこれで終わってもいいのか。もう一度チャンスを与えたい。こういう美談にするために最初は取らないふりしてるんやろ。金のないチュニドラにとって願ってもない事故物件やな。チュニドラ最後の希望。邪悪難弁って差別主義者なんか。オスナ獲得しておいて山川はダメは人種差別やん。中日って2億くらいしか提示できんだろ。チュニドラ移籍したら祭りやろな。ソフトバンク一塁おらんのに降りるんか。ソフトバンクがアグー獲得撤退ならシルエットの本命はポランコかな。ソフトバンクの山川さんはどこへ。巨人ソフトバンクに参戦されるとチュニベイは負ける。ソフトバンクが手引くなら一気に面白くなるわな。松中がソフトバンク退団して移籍先を探していた時、全く選べる立場じゃないくせに中日だけは絶対に嫌と公言してたらしいからな。相当な屈辱なんやろな。大本命のソフトバンクが手を出せなくなったから真の争奪戦やな。ソースはザクザク。あ、近藤は西武入りへ。いくら山川でも中日は嫌だろ。ぶっちゃけ中日だと思うで。中日山川、どっちに入ってもゴミチームなのくさ。ソースが近藤の西武入りと令和の米騒動を報じたザクザクか。やっぱりプロ野球選手は行動に気をつけなあかん。ソフトバンク行って大金と栄光を手にするはずが、チュニドラは米なし2週間とはな。ソフトバンク今年あまりにも不甲斐なかったから、不祥事には目をつぶっての可能性もあるからな。補強箇所的にはドンピシャすぎるのもあるし。ハメミソ、山川は巨人ソフトバンクが取るんだ。うちはしっかりした球団なんだ。なお金満球団は割としっかりしてた模様。ソフバンや巨人なら A 点やけど、チュニドラならまあ A やろの流れ。ベンさんさ、コンプラどうこう言ってる場合か。ソフバンに救世主扱いで迎えられた未来を捨てた男。
ソフバンとの密約は当然ながら問題を起こしたら白紙という一文があったんやろな。山川がアヘタンになったらさすがに笑う。大貞治まともだった。チュニドラ入りがみそぎになるという風潮。中日に入って打てども打てどもチームの得点は少なくて負けが込んでベンチで憔悴しきった顔を取られて許される雰囲気になったらどうしよう。バウアーも似たようなもんだしな。犯罪者が多すぎる。これ横浜やろな。今永売りつけた金で山川を強奪するから。山川はおバカさんとか言われても耐えれるタイプなんか。山川みたいなデブが米禁止の中日なんて来るわけない。カレー食べれないのにかわいそう。中日に山川バワーフランク立浪集結で最強銀河系軍団誕生や。絶対立浪と揉めるやろ。ソフバン正気だった。まあホークスは難色示すだろうなと。藤本の監督就任にはゴーサイン出したのに山川に NG 出すのがオークオリティ。穂高、名古屋でいい風俗紹介してあげるから来い。さすがに山川獲得となると球団のイメージが下がる可能性が高いのでリスクが大きい気がするんだよな。不起訴ではあるが嫌疑不十分での不起訴だから何とも言えねえんだよな。何もなかったら確実に取りに行ってたし、山川もホークスが規定路線ではあったのに。ホークスに入らないでしょ。お願いだから取らないで。球団に迷惑しかかけてないんだから西武に残留してよいやん。ホークス若手台頭してきてるから他球団探してほしい。この FA 獲得は得るものより失うもの、人的保障もしくは金銭プラス若手の枠プラス世間的な評価が大きいので、いつもの FA とはちょっと違いますね。山川ほどの人気なら悪いイメージより選手人気による観客増員の方がプラスやし、どうせ取っても取らなくても金満だの何億補強だの悪く言われるんだから取ってくれ。取って来シーズンこそまともな打線にしてくれ。いやマジで山川中日来いよ。中日は絶対ないやろ。山川にとってメリットがなさすぎる。球場広いし金出さないし地方だし雰囲気悪いし腫れ物に対しての扱いも寛大じゃなさそうだし、何より監督とフロントがあれだし。さすがにダメやったか。俺は諦めない。むしろ取らないと得点源どうすんの。体裁保つだけなら意味なし。まあ80億補強と言われた中でこの惨敗シーズンだから金出すのも渋るわな。中日頑張れ頑張れ、絶対取れ。王はダークな人嫌がるから絶対と言うていいくらいない。大昔薬物疑惑がちょろっと出ただけのやからピッチャーも掘り出したし、西武お得意の勇敢富士様なので中日米はなくなったし、ソフトバンクは可能性上がりました。おめでとう勇富士定期。やらかさなかったら近藤柳田とクリーンアップ組んでたのにね。倫理観ゼロにしたら山川は欲しい。オスナいつまでいるかわからんし、得点圏不足だし山川欲しいな。これはあくまで持論ですが、ソフトバンクは山川獲得云々の前に監督変えれば今の戦力でも普通に強いと思う。ソフトバンクは大変コンプライアンスに厳しいので、なんか放出されたなと思ったらなんかやらかしてる可能性高い。そのくらい山川を取りに行く可能性は低い。ソフトバンクは山川を取れ。ザクザク近藤西武入り決断、近藤健介ソフトバンク入り決断、ザクザクソフトバンク山川を断り、山川穂高。女のおかげで山川のソフバン入りの可能性ほぼ消えたな。山川が今後フイフイしないとは言い切れないし、トレードもないとは言い切れないが、候補が DeNA と中日でソフトバンクは難色っていうのはどうなんだろう。確かに大会長が難色を示すのはありそうだけど、ソフトバンク球団としてはそれでじゃあやめましょうってなるのかどうか。山川本人的にも球団的にもやっぱりソフトバンクがベストなんだよな。考え直してくれんかな。西武山川穂高について、巨人岡本和真がいるのでいらない、中日ビシエドがいるのでいりません、ソフトバンクやらかした人はいりません、統一ライオンズ同じライオンズつながりで欲しい、ベイスターズ外が一塁にいるのでいりません。王会長が難色を示すってのはどうなんだろうね。ソフトバンクも多少は戦力として考えるだろうけど、リチャードあたりの覚醒も一番早いだろうし、もしくは山川選手が移籍したチームにリチャードトレード仕掛けるんかな。ソフトバンク山川から手を引くのはちゃんとコンプライアンスわきまえてるな。王会長が野球と真摯に向き合ってきて一流の野球人ってこともあるか。山川穂高ホークス来たらマジで嬉しいんよな。当たりもしない外国人取るくらいなら山川取るホークス。山川正直王さんがダメなら絶対来ないと思うし、中日に至っては山川は絶対米食いたいらしいぞ。山川穂高元容疑者ってすごく反省してるよな。うちに来ないか。冷静に考えたら山川は必要だよ。そもそもオスナの方がひどいことしてるし、反省してるなら山川取ってもいい。山川は不起訴で前科持ちじゃないぞ。
しかも嫌疑不十分だから起訴されていても無罪判決を受けたようなものだ。疑わしきは罰せずの推定無罪のようなものだ。そもそも1億円の慰謝料を要求されたなんて包もたせの被害に遭ったとも取れるぞ。山川を取って男にしてやれ。おいお、もう一度考え直せ。ワイは柳田近藤山川のクリーンナップは諦めないぞ。そして藤本が万歳して喜んでるところが見たいんじゃ。おいお、お前にかかってんだぞ。分かってるな。